す。あ、エコーつけてね。トゥトゥピート飛ぶね。みなーさん、こんにちは。みなさん、お久しぶりです。ハンタ歴3000万年のんトゥルんトゥル様です。よろしくお願いします。無理の妖精多いですね。よりひろ、ラブリーバーンビーンズですね。はい。てか、あのミスタービーンおるやんか。みんなあれね、イギリス人だったんですよ。みんな知ってた？俺普通にね、アメリカ人かと思ったんだけど、あの人ね、イギリス人なのよ。そう、何で知ったかというと、ロンドンオリンピックでなんとミスタービーンが出演してたんだよね。そう、ロンドンつったらイギリスじゃん。そう、もしイギリスじゃなかったらごめんね。はい、スペイン各地ですね。そしたら誰もいいひんっていう感じで、はい、ポストも多いですね。ね、でボスは向こうにおらんじゃない。これ何、一人、おい、こんな感じで一人芝居するんだ。あ、面白いねこれ。こうやってさ、ハンターの視点見て、あ、こうやってやってんだっていうのもね、考えるのも面白いかもしれない。で、ポストマン追うのやめたっていうね、面白ね。ああやって、あいつらもう別にね、向こう側に人がいるかどうかはね、関係ないんだ。もうただ適当に撃ってるってことか。ん、適当やもんなこれ。だっていや、こっちから見てると適当に見えて、いや、つうか、やべえな、これ、移動スピードが。行くない？で、そして、ハンターは、なんと、異常でございます。ポストマンね、見失ってから行くのやりました。なんで真ん中行かないんだろう。真ん中の傭兵の解読は結構進んでるのに、墓守りと同じぐらいのに、なんで真ん中、あ、板が多いからか。ね、で、ポストマン、ハンターね、あの、目標変えたーってね、ちょっと撃つの遅かったんで、ここね、きっと彼もね、なんか、びっくり。ハンター来たの？みたいな、ガチャン、ガチャン、ガチャンってね、近くいなかったからさ、これ、異常ね、知らせることできなかったんです。ね、残念。なんか今のところはもう完全にハンターフリーですね。ね、これはすごいね。ハンターの移動スピードがね、もうインフレ化してるよね。最初の5くらいがね、ね、私の戦闘力53万で殺しますよみたいな、あの、そういうやつもさ、今のさ、ドラゴンボールスーパー Z ウルトラ Z、なんかあの、なんか身勝手な極みみたいな、なんかあるじゃん。すごい身勝手なペインじゃん。身勝手な極みみたいな、がそういうやつらがいるやん。あれやばいよね。あ、こうやって、あ、こうやって横見て、判断してね、こういう時ではね。これはもう死にますね。もうちょっと残念ね。即死なんですけれども、まあ、ポストマンのね、追ってたその分がね、まあ、マイナスっていう感じで、大幅マイナスやね。今はまあ流れまあまあって感じ。うん、あと異常かけてるからね。うん、異常でこの墓守をこのスピードダウンさせるのでかいんじゃないですかね。あのスコップもないということで、この墓守もセカンドチェイスないっすね。もうこれからチェイスできるってなると無理でしょ。あと3台だよこれね。残り5個とあと患者。うわ、全然ダメやね。やば、これはもう引き分け以下でしょ。うん、で傭兵いったら倒す、倒さない。はい、これはもう無理だね。うん、ここは、うん、で一旦倒すと判断したかなと。もう死ぬ人はもう倒さなくていいと思うよ俺は。うん、死ぬ人はちょっと焦ったんかな。うん、でもう一回攻撃だね。はい、もうこれ駆け引き、はい、いいですね。3回目待ってもいいかもしれない。ですぐつって真ん中に釣るんかな。これ地下に釣るとね、地下に釣ったら暗号機干渉しづらいからね。真ん中に釣ってあそこにおる暗号機を干渉で、なぜ干渉したいのかというと、この人はなぜか異常なのよ。そう、うん、この解読はやはやチームに対して異常なのよ、なぜか。メリットはあんまり感じられないね。まあ最初のポストマンのところで、まあ、即死させれたらすごいね。まあね、でポストマン、はい、ここで異常確定とね。でポストマン大分けにもいかないですね。これここに釣ったのが負け。うん、まあ負けすぎやね。これから、ね、あそこのステッキさんがね、なんと、ね、スコップもない状態でチェイス入るんですよ。ここで板倒した瞬間にも、加藤純一、うんこちゃんと一緒に中工場入りますね。狭いとこに行きます。で、うんこちゃんをね、使いながらチェイスしましょう。うん、で、戻ります。はい。で、いい感じにうんこちゃんを、はい、肉壁にしていきます。ね。で、芸者の飛びってさ、結構ね、予測打ちっていう、予測打ちっていう状態なので、ね、はい、飛んでいきますが、ね、戻りましょう。ね、予測時という、ね、そういう状態があるから、ね、飛ぶ瞬間にすぐに戻る。ね、それをやってください、皆さん。ね、ここで見てますね。はい、見てます。ね、ミスりました。ね、焦ってきましたよ。はい、これもう寸止め完了します。あ、そう、思い出した。なんかさ、肉壁させるのうまいって草みたいな、なんかバカ、本当に頭悪いやついるよね。なんかどうやっても肉壁無理やんっていうさ、そういう試合ないね。これ見て、これうんこちゃんがすごいいい感じに肉壁しとるやん。なぜかというと、これはあそこのステッキさんがうまいからですよ、肉壁させるのが。ね、いいですか。あ、違うわ、やべえ、キャラがわかんない。あ、ハンターブーン
リアもう焦っちゃってね、もうどうしようもないね、こうなったら。まあ、あとはもう旬だけですね、あそこのステーキさんが。はい、瞬間移動、もうここで瞬間移動、えぐいやろ。はい、最後の最後、うんこちゃん犠牲ですね。森の妖精、はい、ポストマンもね、はい、シャシャリ出てくると。でポストの瞬間移動使っちゃってからさ、こう森の妖精を攻撃した。あ、もう焦、もう動き違うじゃん。あ、もう降参しちゃった。ほらほら見たよみんな、ほらもうメンタルやられちゃったのよ。そうだから、その肉壁させるのが上手い人って本当にいるんですよ、マジで。マジでこの墓守りのことなんですよね。こうやってさ、ね、いっぱいさ、なんかサバイバルを褒めてると、お前どっちの味方やねってなるじゃん。ね、本当に心の底からハンターの味方であって、本当にね、ハンターをね、強くしてほしいとね、そう願って3000万年です。はい、ここでね、おなじみのみんな、あの、大好き8倍速いきますね。はい。地面が、ドライアイスの嵐や。みなーなーすと、こんにちは。かーみよりあるし、ほーのまといし、タコですね。はい、よろしくお願いします。ハンター歴3000万年のんっとるんっとる。そう、この最初うまいですね。最初うまいもの、やばね。ハンターさ、ね、裏を書いたと思ったら最初がしっかり向こうで見て、待ってくれ、最初やからね、どっちに行ってもね、だってこれ院内で最初追ってどんだけ自信あんねん。お前しかもニョリニョリでしょ、ここでニョリニョリポーンと置いて、うわうまいね。でこれ回り道せなあかんね。だこうすることってもう院内で回させないと。でまた回り道すんの、回り道好き大臣やん。でそうしたらブワーッ、ね、あーなるほどね。ここにあの、え、ワープあるって気づいたんかな。ただ回り道しようとしただけかな。これニョルニョル最悪だよね、本当に。これね、もう、あ、違うわ。ね、ハンターうまいね、本当に。これ、おお、え、サバイバルうまいやん。これ、ね、当たったらもう死んでるからね、もう本当に。次のね、触手で。これ食らうな。この触手はどうしようもないでしょ。うん。え？これはちょっと焦ってきたかな？占い師も 85% 解読しちゃってるからね。これはもう触手食らうしかないでしょ。これ当たるでしょ。ここ当たるよ。ここ当たる。で、これはもうこのまま、あ、うまっ。この最初うまない、あれ、もうワープ3つ目までいっちゃったから、あんましょうがないね。まあ十分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 、これ地下に連れていくんかな。ああもうこういうオフェンスがいったらさ、どうしたらいいんだよ。こういうオフェンスいったらハンター勝てないじゃん。弱体弱体オフェンス弱体っていうコールですよね。はい、さあキッズたち、中学生白黒、タコ協会の人たち、ストライキどうぞ起こしてやってください、ね、そしてサバイバーたちを、ね、困らしましょう。サバイバーのオフェンス、ね、こういう、ね、オフェンスを、ね、弱体化しないと私たち、何ランク戦に行きませんよっていう、ね、意思表示してくださいね。は上を凝らし、ね、困らせましょう。中学生ハンター、白黒タコ協会たち、よろしくお願いしますね。お待ちしております。ね、私もね、ハンター協会の、まあ、一人者と、第一人者でね、3000万年前に立ち上げたんですけど、そういうね、あの、中学生白黒タコキッズはね、本当に大好きです。彼らのおかげで、まあ、あの、ツイッター会話がね、盛り上がって、これ、自分で言って自分でつぼっちゃった。あの、もちろんみんなは、ね、何も面白いやねって思うやん。そう思う奴らは、本当に中学生キッズ協会の奴らなのよ。ね、あの、はい、自分で言ってつぼっちゃった。申し訳ねえ。ごめんなさい。そぼっちゃいました。申し訳ないです。はい、真面目にやっていきます。あの、ハンター協会の第一人者として、ハンターたちを、僕は、いい袋です。この袋のおかげで、あのね、オフェンスはね、しなくて済んだんです。はい。ね、見ていきましょう。ダメだな。なんでこのつぼっちゃったんだろう。ね、あの、ハンターのことを本当に応援してて、あの、3000万年で、私はね、あの、タコも、しかも、アンも経験してるんですよ。あと、リッパーも。ね、すごいね、あの、ラグの状態でさ、やってるんですよ。ま、あの、今の袋はもう十分ですよ、本当に。うん、あとさ、なんか、ね、あの、私がハンターやってる時に、なんかもう、バカアホチンみたいなやつがさ、なんか、ノーラの占い師に対して、即付けするなら、占い師使うな、みたいな。
で意味わからんみたいなのが言ってるやついたんですけど、いいんじゃないのかな、ハンター視点から見ても直付けでも、まあ、あの直付け確かになんかフルタイムねなんか狭まったからなんかね、まあ、ワンチャンミスったり今さ普通に直付けでいい感じやもんね、全然効果をなすしね、なんかそのチェース持たなかった人たちがなんかそういうさなんか言い訳のためになんかこの視点見づらこいつのこの視点見づらいわ、このねサテライトみたいな、何バルクのさそのサテライトじゃんね、ブーンですよ。でオフェンスもここにいて、オフェンスボーラーとウィンドウズヘブンやるのかな、オフェンスだオフェンスアホみたいに伝ってるよね今の。オフェンスなんなんやろ俺、何これ今すごいねブルーンブルーンでみたいな、オフェンス狙っちゃうぞみたいな。でこの触手って当たっても当たらなくても別にどうでもいいんですよ、どうせ終えないんだから君は。もうオフェンス放心状態じゃないかね、俺落ちてますよみたいなね、これ誰もいませんみたいな、誰もいませんみたいな、瞬間移動、瞬間移動した先には、いや瞬間移動してる間でもまずくまなく後ろを探してるところでね、クロートさを感じるよね、ねえみんな。これオフェンスが死ぬんかな多分。あーここにいるワープがあったんだな、上行くんだな。さあロングワープをまたいでると思わないか、でこう板倒してそのまま下降りるね、そうですね、もう60度牽制したんだ。さあニョロニョロもない状態で当たったんだね、これ凝視だね、この加速を利用してオフェンスはボールダッシュ、そしてこのワープで、あちゃー夜逃げだね、マジでさこういうね、こういうさね、あのゲート前でこうやってやる人たち見るやん、本当に本当に許せないよねハンターとして、本当にさハンターとしてさ、俺本当に許せなくてさ、こういうハンター見るとね、ハンターフリアー、はい、じゃあおなじみの8、みんな大好き8倍速でね、はい、この輪っかぐるぐるすぎて、エネルの技みたいで草、今の草はこのハスタの周りにあるこのね、あのそよ風になびいてる草と、とかピン高っ